パーツが届いているので、それを見ようかなと思ってます。で、今日はジムもないので割とのんびり で、今日はね、ご飯を食べてないんですよ。ニューヨークに行って、家族と一緒だったんで自制せず、要は自分だけ食べないっていうことがやっぱり場を面白くなってしまうので、好きなように食べてきました。ただ毎日ハンバーガー食べて、ご飯とか麺とかパンとか食べてた割には 1kg しか太ってなかったから、上出来でしょうね。忘年会3回でしょ。で、年末年始、しかも海外旅行、正月をクリアして、まあ、1キロだけで済ませたのは上出来じゃないかな、我ながら思ってます。おそらく筋肉がついて、まあ、毎日何かしらウェイトをやっているので、代謝が出てるんですよね。で、体脂肪率もアメリカ渡航前と比べると 2% 下がってるんですよ。だからいい感じに体作りはできてるんじゃないかなっていうのが、そう予想してます、想像してます。
あ2月の頭からパタゴニアに2週間ぐらい行ってくるんで、まあそれで今回は南米旅、南米連続記録っていうのは途切れないからいいかなとは思ってますね。いってらっしゃい。子どもの部活動はスタートしていて、それを送ってきたところですよ。朝ちょうど7時、ちょうど7時になりますね。うわ、正面すごい。僕の住んでる八王子の中でも山寄り、高尾ですね、高尾山の方に近いところに住んでるんですけど、富士山がねすごいよく見えるところがあって、それは綺麗です。今日もよく見えるでしょうね。こう冬の空気って澄んでいて、要は空気中の水分が少なくてスカッと見えるんですね。ほんと綺麗。今日はね、雲がね薄紫色ですね。ピンクというか紫色の、そういう朝焼けまでいかないけど綺麗な冬の朝を迎えています。で、昨日ニューヨークの動画を配信して、まあ内容が特にないですけど、ニューヨークの様子っていう動画でしたけど、これね家族で正月に海外に行ってしまうとデメリットが一つあって、お正月がないです。全くこうお正月感がない感じで新年になってますね。一歳とは言わないけど、おとといお寿司屋さんに、その子供たちがお寿司食べたいっていうお寿司屋さんに行って、そこに行って若干
感じたあかんぐらいですかね。お正月はな、お正月はね、お寿司屋さんなんかはお休みがなくて、要は昼間の仕出しが非常に多いらしいんですよ。お客さんがやっぱり お家に来て、みんなでお寿司食べよう、おせちとお寿司を食べようっていうのが結構多くて、もう大変だったみたいで、でいつも行くお寿司屋さんに電話したら、あ、来てもいいよって言ってみたら、お正月はね、仕出し出前だけしかやってないそうなんです。で特別に入れてもらってね、握ってもらったんですけど、やっぱお寿司最強ですね。僕はお寿司も本当はね、こうジムのルールというかで食べてはいけない、美味しくいただきました。まあでも全然太らないですね、油断しちゃいけませんけど。代わりにまあ一昨日お寿司食べて、昨日ほとんどその糖質のない食事で済ませた感じですね。だいたいね、朝サバ缶食べて、昼はセブンイレブンのサバの塩焼きっていうパック商品があるんです。電子レンジ500ワット600ワットで1分加熱するだけでいいという、それが美味しい、おすすめです。セブンイレブンにある、塩焼きそば、いや焼きそばじゃない、塩サバとししゃも、あと何があったかな、鮭のパック商品もあります。それはおすすめです。全部美味しいです。でね、特にサバがおすすめです。サバが美味しい。昨日は少しだけ冒険用品に行って、午後4時間か5時間ぐらい行ったのかな。そしたらお客さんが4組ぐらい来て、で僕はね、もう夕方4時過ぎぐらいから眠くてしょうがなくて、もうろれつが回らなくなって、ただずっと喋り続けてる。でも楽しい新年の開店でしたね。たくさん楽しい、今日もたくさん来そうですね。まあ、八王子のね、田舎のお店にあれだけの人が来てくれるから、福岡のあの中心街にお店を構えたらたくさんお客さん来そうですよね。ぜひ九州の人は福岡店をオープンしたら来てください。まだね、お店のね、承認が取れてないんですよね。そう、いろんな承認が いるんですけど、法人契約する場合は保証協会、要は何かあった時に保証しますよっていう組織があって、そこの保証協会の承認が取れたから、すぐにね承認取れるかなと思っていたら、あとはオーナーの承認待ちで、オーナーさんが留守してるかなんかかもしれないですね、もしかしたら。早く承認をしてもらいたいですね。素晴らしい天気。ちょっとね、スターバックスによってね、コーヒーを買っていこうかなと思います。ちょうどね、7時からもうオープンしてると思うんですよ。
海外から帰ってくるとね、僕の場合しばらく早起きが続いて仕事もかかどります。うわ綺麗だな今日、今日は非常に綺麗。でね、まあ、ニューヨーク行ってて、去年は14時間多く1年を過ごしてるんですよ。その理由分かりますよね。ただ今年はニューヨークから日本に戻ってくるときに14時間損をするので、要はバックトゥザフューチャーなんですよ。未来に戻ってくるわけで、そうすると今年はすでにもう14時間日本にずっといる人より少ないので、14時間取り戻したいと思います。今日はだいぶもう仕事しましたけどね。でも1月2月に出る新作のもう当たりなんかもう出てきていて、要はもうこれが大量生産、まあ量産品と同じ仕様ですよっていう、プロトとはまた違うものが出来上がってきて、こう OKOK とこうチェックしていってる感じです。昨日もそうでしたね。で今年はね、ワッペン系クオリティのいいものができたんで本当楽しみにしてる。インスタにちょっと出すかもしれません。昨日インスタに撮ろうと思ってお客さんがたくさん来て撮れなかった。だから今日はねちょこっと冒険用品なんか寄るか。ナミさんのボトルにこう入れてもらおう。ナミさんのトビウオは秀逸ですね。最近ナミさんから連絡ないけど、ナミさんは元気してるんでしょうか。ナミさん元気にしてますかって木見てるといいんですよね。おはようございます。ラテの、はい、これはトールだと思うんですけど、はい、はい、お願いします。はい、いつもねトールを入れてもらってるんですよ。かしこまりました。はい、いや量わからないです。はい、まあトールでちょっと余るぐらいなんで、はい、かしこまりました。はい、それに入る感じでトールで大丈夫です。ホットのご用意でよろしいですか。はい、ホットで、はい、大丈夫です。はい、324円でございます。はい、こちらお届け失礼いたします。はい、はい、あ、じゃあ持ってればいいですか。あ、すいません、ありがとうございます。はい、カードお預かりします。はい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 、ありがとうございます。はい。どうも。おはようございます。
タバでコーヒー購入完了。朝早くからお客さん結構いるんですね。オープンしてまだ10分ぐらいしか経ってないですけど、今日はねデニムのデザイン、つららコラボのデニムを出す予定なんですけど、キープキャストまで間に合えばいいかな。そのデザインと、あとね、なんかやらないといけないこと2つあった。そうだ、スピードジャケットと、エクスプローラーズパスのページを作らない。それを今日公開できるかもしれないですね、で、スピードジャケットの方は確実に公開ができるので楽しみにしといてください。今日の、今日でき次第ページをアップして、皆さんにまたメルマガでねお知らせをすると思うんですけど、今回スピードジャケット結構かっこよくボタンができた。またページを見に行ってください。もうYouTube とか Facebook で見た人も多いかと思うんですけど、かなりいい感じに仕上がりました。なんかね、ああいうパッと着れるあのウェアっていうのを重宝するんで、やっぱりみんな欲しいみたいですよね。リクエストに応えて、ただデザインをやっぱり考えなきゃいけなくて、デザイン着てもその生地の配置とプリントだけなんで、そんなに僕にとっては新しい、完全に新しいとは言えません。ただもう見た目はリニューアルことにはね。早起きは三文の徳ですね。子供を部活に送ってまだ7時17分、ね、これから仕事したらもういわゆる朝飯前ですよね。朝飯食わないと思いますけどね、今日、何かプロテインとか頼んでもらえますけどね、今日は。という、昨日のお昼からの映像で、映像からスタートして、今日の朝の映像で終わりですこういう日でも、こういう YouTube の流れでもいいかな。また夜なんかねアップするかもしれませんね、暇なんでね。僕冒険用品にちょこっと行くぐらいかな。はい、今日なんかジム行きたいんですけどね、本当はね。ジムが混んでて枠がないんですよ。ということで、また